始まってるの。はじめまして、ひろきの姉です。はい、いつもひろきがお世話になってます。これからもひろきをよろしくお願いします。チャンネル登録してあげると喜ぶと思いますので、よろしくお願いします。なんていうの最後。最後ね、アディオスって言うんだよ。アディオス。どうもひろきです。早速茶番を見ていただきましたが、実はあれ私なんですね。女装してみました。あるアプリを使うとね、簡単に女性になれたりするんですね。そのアプリがスナップチャットっていうアプリなんです。女性の他にもね、あと男性、もっと色が濃いっていうかね、顔が濃い男性になったりとか、よくわかんないやつがね、いっぱいあるんですね。そちらをですね、今日はね、皆さんに紹介していきたいなと思います。まずね、男性の顔を見出しますね。こんな感じです。いや、ヒゲ生えてますね。なんかね、ワイルドですね。はい、次は子供の顔ですね。自分のね、幼少期には全然似てないですね。寺田心です。寺田心言ってますけどね。こんな感じの V 系ですかね、これ。特殊なお姉さんみたいな感じですけど。はい。あとは、こんな感じのパーフェクトヒューマンですね。あとね、これわかんないですけど、使いどころがわかんないやつですね。ポケモンのたまたまでしょうかね、これ。このポケモンじゃないですかね、これ。モンスターボールじゃないですかね、これ。アテアスですかね。あとね、もう一個ね、わかんないのがね、これですね。使い方がわからないやつ。はい。普通だと思ってたんですけど、口開けたら虹が出るっていう。いつ使うんだろうって感じです。で、あとは最後これですね。誇張しすぎたゴージ。これはね、ごく一部なので、もともといろんな種類があります。自分の顔でね、遊んでみるのは結構楽しいなって思いましたので、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。アディオス。